今シーズン J2 の大宮アルディージャから新加入したフォワードの清水慎太郎選手、6年ぶりに岡山へ帰ってきました。ファジアの岡山に決めた決め手とかございますか？去年開幕戦と最終戦で岡山だったんですけど、すごいアグレッシブに来るチーム で守備の面でも前線から奪いに行くっていうところもそうですし、まあ、攻撃も縦に速いので、またやってみたいなと思った。巧みなポストプレーや空中戦の強さに定評がある清水選手、昨シーズンはレンタル先の J2 水戸で8ゴール。今シーズンも6月のリーグ再開初戦山口戦のようにここぞという場面でゴールを決めています。そんな清水選手にオフの日の過ごし方を聞きました。オフの日は基本早く起きてどっか朝ごはんカフェ行ったり、っていうことはします。おしゃれですね喫茶店のホットケーキみたいなやつが好きで、硬いやつが、昔ながらの、昔ながらのやつなんですけど。とここで技を教えてくれませんかのコーナー。サッカー初心者の私の道場が選手にプレーのコツを教えてもらいます。ヘディングを、ああヘディングですか、はい。まあ、僕らフォワードなんで前にこうすらせばいいので、まずは前にでもこうセオリー通りに行けたらいいと思います。なるほど、はい、挑戦で大丈夫ですか入れ替わんないですかボールを見る、ボール見て、はい、当てる場所、おうまいえ、うまいですか？うまいけどでもちょっとこう下向きがちかなと思ったんですけど、最後までボールを見る、ま、見た方がいいんですけど、結局は返す人のところにボールが行けばいいので、すごいです、いいと思います。あ、やった覚えられました。ま、個人としては、2桁得点をしてやっぱりプレーオフがなくなってしまったので2位までに入って J1 に行きたいと思いますので、応援よろしくお願いします。